妊娠って卵子と精子が受精してそこから子宮の中に子宮内膜に入って着床したら妊娠成立なんだけど、その受精するチャンスっていうのは実は月に1回しかなくて、月に1回だから何度、まあ、旦那さんとそうタイミングを取っても実はその1回しかチャンスはない。月 1? 月1にしかチャンスがない。だから、あ、だから皆さんなんか体温を測ったりして、そうそうそう、体温を測ったりとかして、まあ排卵日の前の前の日とかに、うん、その旦那さんのタイミングを取ればちょうど精子がなんか坂の、あの上ってくる時間と、あと排卵して卵子がこの卵巣からポンって出てから寿命が24時間で終わっちゃうんだけど、そのタイミング、だから24時間しかチャンスがなくて、そのタイ24時間に合わせて精子がちゃんと来てくれるようなタイミングを取るっていうのが大事。だから本当に そこに向けてたから大変なのか。そうそうそう、そうだけど本当はだから それだと旦那さんが気がめいっちゃうっていうのかな。今日そのタイミングでね、今日そのタイミングだからとか言うと、なんでそのためだけにやらなきゃいけないのってなるから、そこら辺は別にその日だけやれとかそういうわけじゃなくて、できればもっと回数を増やした方がいいとは言うけど、まあ、タイミング法というのは、そう奇跡だよね。そう奇跡、その生まれた私、その前の月 月だったら、うん、前の月にお母さんが妊娠してたら違う人がここ違う人いるかもしれない。ねえ、何やってたか分かんないけど。そうそうそう。友達でもいたんだけど、旦那さん結構出張多くてっていうことが、うん、大変なんだね。なんか、あの、結構さ、できちゃった、どうしようっていう、困っちゃった、産む、産まないっていうようなさ、ことが少し問題になったりとか話題になったりするじゃないですか。うんうん、若い頃はね。うん、それってすごいことなんだね。そうだね。ね。まあ、若いから妊娠しやすいっていうのも。え、でも若いからじゃあ月何回あるわけ？あ、じゃないじゃないじゃない。うん。卵子も精子も元気だからっていうことじゃないかな。体も健康だしっていう若い方がやっぱり。だからやっぱそうなってくると本当にそのタイミングっていうことは毎月、あ、今回もダメだったら、うん、じゃあ毎月ってなってたら本当の。半年とかすぐ経っちゃったり1年になっちゃったりっていう、でもそれはレナさんがそのまあ妊活始めては3年だけど、その前も含めたら10年っていうのはレナさんは勉強して経験して病院で受けてきますね。イメージじゃないけど、こうなったらいいな、こうなったらいいなっていうような、まあ年齢と例えば仕事して、うん、結婚して、家庭作ってっていう、うん、大体のイメージの理想みたいなのはあるけど、実際、じゃあ妊娠したいって思った時に、うん、できるかって言われたら、そう、分からないってことだよね。分からない。それはどうしたらいい？今のうちにクリニックで検査してもらった方がいい。今妊活を考えてなくても、考えてなくても将来子供が欲しいんだったら、うん、今自分の体がどうなっているのかを、うん、調べる。もちろん妊娠したいって思っ、妊娠するのが3年後だったとしたら、うん、3年後また自分の体は変わってるかもしれないけど、もし今何か病気があるんだったら治療した方がいいかもしれないし、うん、実はそのちゃんと生理が毎月来てても排卵してないかもしれないとか、ね、じゃあ生理不順じゃなくても妊娠できない可能性があるの、そうかもしれないから、うん、とりあえずその病院とか行くのはちょっと抵抗あるかもしれないけど、今ブライダルチェックとかやってる、その妊娠するしない関係なく自分の体の状態を、婦人系のね、体の状態を見に行く、その専門の検査みたいなやつがあるので、そういうのをちょっと調べてブライダルチェック、それできるのは産婦人科とか不妊治療クリニックとか普通の婦人科とかで見てもらえるので、がん検診って結構なんか書類届いたりして、うん、ああ行こうとかさ、うん、なんかまあ周りでも聞くけど、うん、ブライダルチェックをしてるっていう会話はあんまりないね。ないけど、うん、そう、じゃあ妊活をまだ考えてない若い子とかも含め、うん、しといた方がいい。そうそう、しといた方がいいと思う。しましょう ね。あとやっぱ妊娠の基礎知識とかをつけといた方がいいかな、うん、基礎知識っていうのは、まあ、結局その卵子っていうのは自分が赤ちゃんの時、自分がまあ胎児の時にお母さんの中にいる時が卵子の数がピークで、だん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 減ってっちゃう。で減ってって減ってって毎月の生理で出てっちゃうから、排卵のために
卵子が減ってって最終的になくなって閉経なの、ねうんうん、で男の人っていうのはそうじゃなくて、うん、作られるのたくさん精子が、うんま、毎日っていうかまあ日々作られていくから、うん、作られていっては出て作られていっては出てって感じなんだけど女性はもともとお腹にあるものをなくなっていっちゃうんだから、だから妊娠がしにくくなってしまう。そう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 、それもあるしその卵子自体が年齢とともにどんどん老化してしまって、うん、で老化していってしまうと妊娠しづらくなったりとかもするので、うんそうもちろんでも男性不妊もすごく多くて、うん、今はもう不妊の原因の約半分が男性に原因があるだからもしだからカップルとかだったら一緒に治療行くってことただねそこがね難しいよ、うん、だってカップルでしょ、うん、結婚してないわけでしょ旦那さんじゃない人に対して結婚し、うんうん、あまあそうかそうかそうかカップルでのあれはあれかちょっと早すぎた。結婚してからか。結婚してからか。結婚してからだとしても、相手が旦那さんの方がまだ子供欲しくないって言ってるのに、うんうん、クリニックに連れてかれちゃうのは抵抗あると思う。それはそれで。でも話し合った方がいいと思うね。将来、うん、子供が欲しいかそう、子供が欲しいかどうかっていうのは結婚する前だったら、うん、なんかね結婚をせがんでるみたいでちょっと、うん、よくあの恋愛でもあるよね、うん、そういうちょっとこう結婚とかも含めて、うん、そういうことを伝えたことによってそうそうなんか。重たいじゃないけど、うん、まだ男性からしたら俺まだ仕事安定しないのにとかっていう、うん、そうね、そっか、じゃあ一応女の子はそのブライダルチェックをしに行って、ねまあ、見ておくっていうのは大事なのかも、うん、それさ教えてくれないじゃん誰も、うん、ね誰も、うん、ねそうみんな初めてその妊娠しないじゃんってうん分かってから行ってみてどうなってたこうなってた、うんうん、だから妊活は始めてからが長くなるっていうことがあるから、うんうん、やっぱり早めにそういう体のまずはチェックそうそうそうでそこからは自分であのストレスのためないような生活だったり、うん、なんかリズ生活リズム整えてっていう、うんうん、ほんとすぐこう妊娠したいからできるとかそういうことじゃないっていう